天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回はこちらナムコさん限定の石ビールのクッションを取っていきたいと思います。いや、なんとね、シールドがない。あら、ちょっとこれダメだ。はい、奥に移動してもらいました。どうなんだ、普通に挟んだ方がいいんか。それにしてもなんかねじれっていうレベルじゃないぐらい回るんだけど。え、惜しい、惜しいじゃん。難しいね、寄せた方がいいんかな。ほい、曲がって。え、確かに一発撮りもできちゃうかもしれないけど。さあ、ちゃんと掴んで。嘘。でもさすがに。嬉しい。次チミーもちょっとやってみようかな。うん、なんか一発目はあんまり寄せたりしないんで、もうあれっすかね、普通に掴む感じがいいのかな。あ、奥行ったらこれダメだね。あんまり寄せたりしない方がいいかな。あ、手前にね、変更移動お願いしました。ほい、よし、 OK。 嬉しい。あそこにクッキーが埋まってるので、クッキーを救出したい。パワー次第ですね。押しはめっちゃある。え、いいんじゃない？これはクッキー救出いけるんじゃないでしょうか。OK。 はい、ということで久しぶりにね BT石ビル撮ってきました。今回ナムコさんだったんですけども、まあ、クッションを見たらね、もうシールドがなくて、でワンプレイ200円だったんですけど、まあこれはちょっとうまくつかめばいけるかなと思いまして、でやってみたらパワーも強かったので、まあ、うまくいけばね、本当もしかしたら1手とか2手で取れるかなっていう感じの、かなりいい設定だったんじゃないのかなと思いました。まあ、一時期 BT シビルのクッション、まあ、タイニーターンとかもそうなんですけど、ナムコさん限定で出てたら 4,5,000円ぐらいかかるのはもう当たり前ぐらいの設定が多かったので、まあ、それに比べたらね、かなりまあ楽だったんじゃないのかなと思いました。まあ結構ね、多分残りやすくなってるので、今回も導入からちょっと経って
ってるので、まあ、もしかしたら処分代なのかな、最初からこの設定かどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、はい、ちょっと久しぶりに行ったところであったので、まあ、やることができて僕も良かったです。でもう一つですね、あのクッキーのぬいぐるみなんですけど、あれはおそらく処分代なのかなっていうふうに思います。 BT シビルだけじゃなくて他のアニメとかのキャラクターもいたりしたので、まああれはねそういうブースなんだと思うんですけども、結構この加工時は力が強いんですけど、まあ、掴む力はあんまりなのかなっていう感じでしたね。そんなにめちゃめちゃ強くしてるわけじゃない感じがしました。なのでうまくこうアームを下ろして、まあ、突きながら落としていくようなイメージですね。まあそれが一番ベストかなという感じだったので、まああれもね2手で取ることはできたんですけど、確かねワンプレイ200円だったはずなので、まあ簡単設定は200円みたいな感じですね。ただまあ全然取りやすかったかなと思います。おそらく他のナムコさんではもっと難しい設定とかに入ってたりすると思うので、まあ、それに比べたら全然取りやすくて良かったかなと思いました。そうですね、そしてやっぱあとは結構残りやすくなったっていうのが本当にでかいかなと思います。ちょっと前だと本当にすぐになくなってしまうみたいな、人気どころからすぐになくなっていってしまうみたいな感じだったんですけど、まあ、かなり残ってくれるようになったので、こういう風に結構いいブースに移動、いやもともと何入ってたか知らないですけど、まあ、いいブースに移動とかも全然あり得てくるんじゃないのかなと思いました。でクッキーのぬいぐるみ撮ったブースなんですけど、実はね大きめのぬいぐるみも入ってたんですよ。動画では RJ が入ってると思うんですけど、後ろにね大きめのクッキーもいたんで、あれも欲しいなと思ったんですけど、ちょっとこの設定でやるのはどうかなと思いまして、あれもおそらく景品として入ってるはずなので、ちょっとうーって悩んだ結果やめました。でやってみてもよかったかなって今は思うんですけども、あれも欲しかったなっていう感じですね。あの設定の中にでっけんぬいぐるみもボンってあるので、どうやって落とすかなっていうのは大事になってくるんですけど、まあ、うまくねあの手前の方に転がせたら全然取れる可能性はあったんじゃないのかなと思いました。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。